カレーは飲み物。どうも原だけセムです。シルバーウィーク真っ只中ということで、私も旅行なんか出かけて大好きなカレーを思いっきり飲みたいなというところなんですけれども、あいにくなかなか思うようにいきませんね。ステイホーム中でも全国のお取り寄せカレーを飲めて私は大満足です。この動画で少しでも皆さんにお取り寄せカレーの魅力をお伝えできればなと思ってます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原だけ専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、鹿児島県豚骨ベースの霧島神話豚カレーです。霧島神話豚というのがですね、鹿児島県霧島市の自然豊かな環境で飼育されている、結構有名なブランド豚なんですけれども、今回そちらを使用したカレーということで非常に楽しみですね。で早速調理していきたいと思います。完成です。早速いただきます。糸うまし。豚骨ベースということで、私も九州人ですので豚骨ラーメンみたいな風味がするのかななんて思ってたんですけれども、全然そんなことなくて非常に飲みやすいですね。辛さはですね、本カレーの中辛よりもむしろ少し甘いくらいなので、辛いものが苦手な方でもお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。豚骨ベースのおかげなのか、とってもクリーミーで飲み応え十分ですね。そこ行ってる間に飲み終わってしまいそうですね。今回もとっても美味しいのですぐ飲み終わっちゃいますね。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さはボンカレーの中辛よりも少し甘口で、豚骨ベースのルーがとってもクリーミーでしたので、この辺りにさせてもらいました。今回ご紹介したカレーは鹿児島県豚骨ベースの霧島神話豚カレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は大分県の豊後きのこカレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ。僕らがここにいるよ。いつも胸の中。